ライフサイエンス統合データベースセンターから参りました。はい、出ましたね。小野博正と申します。よろしくお願いします。私の会はですね、今日から使える遺伝子発現データ解析ツールということですので、先ほど の人のゲノムの話とかではなくて、よく皆さん論文とか読んだり、自分の好きな遺伝子あるいは興味のある遺伝子等々いろいろお持ちだと思いますけれども、そういうものをですね、簡便にワンタッチで検索するにはどういうツールがあるか、あるいは遺伝子のリスト、例えば発現大規模で発現解析をして、コントロールと実験群で差のあった遺伝子が例えば1000個ありました、2000個ありましたっていう、皆さんお持ちの方いらっしゃると思うんですけれども、その中の特徴とか、どこに目をつけて次の解析に進めばいいかみたいなところを、どういうふうに、どういうツールを使うとですね、楽になるかというようなところを紹介したいというふうに思います。で、我々のサービスは誰でも自由に無料で登録なしで使うことができます。で、まず一つ目なんですけれども、REFEX、リファレンスエクスプレッションデータセットっていうデータベースを紹介したいと思います。これですね、脳書きを書くとですね、遺伝子発現解析の基準となるデータを快適に検索できるというデータベースです。これは私が開発しております。で、ですね、ちょっと脳書きここの下の方に書いてありますけど、公共データベースにある誰でも使えるです、皆さん今からでも使えるような、公共データベースに入ってるデータをですね、我々の方で検索をいろいろ探しまして、でこの発現解析の基準になるデータっていうと、いろいろ皆さんによって定義が違うと思うんですけれども、一番多くの方にですね、この利益があるデータは何かなというふうに考えたところ、正常組織とか何もいじっていない細胞株とかのノーマルの状態の発現データっていうのを世界中のデータベースから集めてきて、で皆さんもワンタッチでですね、例えば遺伝子の名前を入れたりするだけでそれがバッとすぐ出るというようなところを目指して作られているデータベースです。で、遺伝子発現といってもですね、いろんな手法でデータを取得することがありますけれども、その測定手法によってどういうふうに、じゃあ遺伝子発現のデータがどう違うのかっていうのも簡単に一目で分かるように作られています。あともう一つ特徴的なのはですね、組織特異的に発現する遺伝子っていうのはよく皆さん実験のポジコンとか、あるいはネガコンに使うケースってもよくあると思うんですけれども、それをですね、実際のデータから、バイアスのない、データですね、そこからワンタッチで検索をできるというような機能もあります。で、これらをうまく使うとですね、その遺伝子発現解析などでその見出されたんですけれども、よくわからない遺伝子っていうのも皆さん出会ったことあると思うんですけれども、そういうようなものをですね、じゃあなんでこれが出てきたのかっていうのを考える一つのきっかけにですね、こういうデータベースが使えればいいなというふうに考えて設計をしております。で、論文は下のところに、書いております。で、トップページはこういう感じになっておりまして、非常にシンプルに一応作ってあります。一般的な検索サイトのような形になってますので、例えば遺伝子の名前ですとか、あるいは任意の ID ですとか、そんなものを入れていただいても構いませんし、あとこちらに、これかな、示しましたけれども、ここがですね、組織特異的に発現する遺伝子を調べられるワンタッチボタンみたいなところになってまして、今10個のこの臓器のモチーフみたいなのが書いてありますけれども、例えば肝臓だったらここの肝臓のアイコンですし、あと脳神経系だったらこの頭の脳のマークとかをマウスオーバーしていただけると、もう本当にワンタッチでここポチッと押すだけで次の画面で組織特異的遺伝子が出てくるようになっております。で、ポチッとですね、何かしらのボタンを押していただくと、こんな感じで検索結果の一覧が出てまいります。で、これ実はこのトロポニンというキーワード、ここにちょっと例で出してますけれども、トロポニンというところを押した結果になってます。で、これがですね、トロポニンといっても、皆さんちょっとご専門家の方いらっしゃるかもしれないですけども、いろんなタイプがあるんですね。トロポニンの C のタイプ1とか、トロポニンの T のタイプ1とかっていうふうにありまして、これは筋肉で働く遺伝子ですけれども、筋肉も骨格筋から心筋から平滑筋からいろいろありますけれども、実はいろんなタイプによって発現している場所が違う遺伝子なんです。で、ここで一覧がこう出るわけなんですけども、一番こう赤くなっているところが発現が高いっていうようなところですので、この辺がちょっと今毛やってますけど、この上に実は臓器の先ほどの10種類が出てまして、ここが心臓のマーク、筋肉のマークがついているところが赤く高くなっていることが分かります。
で、ここ実は4つこうバーが立ってるんですけれども、これがそれぞれの発言手法の違いを示していまして、 EST、ジーンチップ、ケージ、RNA-seq というこの4つの手法をそれぞれ異なるデータソースから取得して並列に比較をできるように、整規化をしてあります。でこのうちのですね1個、例えばこの辺ポチッと押していただくと個別の遺伝子発現の状況の詳細が見られるようなページになっています。基本的にこの3パターンですね、トップページから検索結果一覧が出て個別の遺伝子の発現になると、もうこの3パターンだけです。なので皆さん自分で興味のある遺伝子を検索していただくことができます。で個別のページではですね、こういう先ほどもちょっと出てきてましたけども、人体の 3D モデルでですね発現のパターンをマップしておりまして、これなんかは心筋特異的なトロポニン T タイプ2カルディアックっていうのが心筋のことなんですけれども、なので心臓が赤くなっていて他がそれほどでもないというようなことを示しています。で、レフェックスではですね、初期バージョンでは実は組織40個最大40個のサンプルを収録しておりましたので、ここ、左からずっと数えていくと40個最大で表示がされております。で必ずしも40個すべて EST、ジンチップ、KG、RNA-seq であるわけではなくて、それぞれないものなんかもいくつかあるんですけれども、こんな感じで出てきております。でこのパターンですと、ここが実は心臓のマークなんですけど、左側が実は心筋を示していて、右側はこれ骨格筋なんです。なのでこれ心筋特異的なトロポニンですよというお話をしましたけれども、ちゃんとですねこの心筋の方で高くて、右側の骨格筋では低くなっているというようなのが一目で分かるようになっております。それでですね、まあ一個一個こうやって3パターンでトップページから検索をしていくのも正しいんですけれども、それだと例えばこの遺伝子とまた違う遺伝子を比較したいなんていう時がなかなかちょっと難しいところがありますので、こういうリスト機能というのを作っております。でこれをですね活用していただくと、先ほどの40分類最大で詳細が見られますよというお話をしましたけれども、それがですね横でこんな感じで、3つ、最大3つまでなんですけれども、スペースの都合で3つまでなんですけれども、比較ができるようになっています。これなんかは、同じトロポニンのタイプがそれぞれ違うんですけれども、こんな感じで並べることができています。それでですね、最近最大で今40という40臓器という話をしたんですけれども、つい最近ですね、つい最近でもないですね、もう3年ぐらい前なんですけど、新たにデータが入りまして、ファントム5のケージのデータっていうのが入ってます。でこれファントム5ってまだご存じない方いらっしゃるかもしれないんですけども、横浜の理研の研究所でやられているプロジェクトの一つで、こういうですね細胞株とか初代培養細胞とか生体組織、胎児組織をいろんな世界規模で集めてきてですね、それの、ノーマルな状態の遺伝子発現パターンを全部調べようという、そういう非常に野心的なプロジェクトなんですけれども、それのデータっていうのは実はもう皆さん利用できるようになっていますが、なかなかそれをですねオリジナルから落としてきて使おうとするとなかなか難しいところがありますので、我々の方でですね、先ほど説明したように整理をしてこんなふうに並べるようになっております。それで、この例がですね、実はお気づきの方いらっしゃるかと思うんですけど、オクト4っていう遺伝子ですね。これご存知ないという方いらっしゃいますか？オクト4。皆さんご存知ですよね。これテストに出ますよね。あれです。iPS 細胞を作るのに必須な、山中ファクターって4つの遺伝子がありますけれども、それは多分一番重要だって言われているような万能遺伝子っていうんですかね。万能性をこう維持するために必要な遺伝子の一つですけれども、こういう遺伝子も実はこの中に入っております。で皆さんの中で、このオクト4、そうなんですけど、山中先生の山中ファクターが本当に iPS っていうか、こう万能細胞だけで出るか自分で確認したことってありますか？論文を読んだ以外でですね、こういうパブリックなデータから本当に ES 細胞とか iPS 細胞だけで発現したことが発現しているっていうのを自分の目で確かめたという方、これあんまいらっしゃらないんですよね、実はね。ノーベル賞も取られてるんで嘘ではないんでしょうけど、なかなかいないんですけど、今こういうの調べられる時代になってるんです。なのでこれ見ていただくと、ちょっとこれ見方難しいんですけど、
ファントム5って実はこの550個ぐらい人でサンプルが入ってます。なのでここ左から右までこれ全部550個並んでるんです。データがこれ全然あの空白なんではなくてそれぞれにデータが実は入っております。で、この550個あるうちのこの線の高さが発現量なんですけどこれしかないんですよ。オクト4が発現しているサンプルっていうのが。でこの辺はあのポジコンというかあのなんですけど、なんでこの辺も含めると550個のうち、まあ、10個ぐらいしか発現してなくて、さらにここの画面で映しているのが、これオレンジ色にしているのがこれちょっと字したいんですけど iPS のデータなんです。でこの黄色く示しているところがこれは ES 細胞なんです。で隣が肺葉体とか、まあ、近い細胞なんです、あのサンプルなんですけど、というように本当にあの万能性のあるサンプルでしかオクト4を発現 してないんですよ。驚きませんか。まあ、普通のことなんですけど本当にちゃんとしたデータから調べることができるんです。とすると、まあ、皆さん、まあ、オクト4を調べてもしょうがないんであれなんですけど、皆さんのご興味のある遺伝子をこれでちょっと調べてみたら、あ、なんか意外にこんな細胞でも発現してたんだ、あるいはあ、全然発現してないんだ、これネガコンに使えるじゃんとかっていうのを実際にあのデータ実験をしなくてもなんか参考になりそうな気がしませんか、というご紹介です。なのでちょっとラボに帰ってから検索をしてみてください。で、活用例として、まあ、いくつかですね論文なんかも出始めてきておりますが、あのこんな感じで一つの、例を示しますけど、これなんかは自分でですね実験をして、標的遺伝子がたくさんありすぎてそこをじゃあどう絞り込んでいこうっていった時にこのレフェックスを使っていただいたっていう例なんですけど、これがんの研究者 のデータなんですけど、標的遺伝子、あの薬の標的遺伝子にしたいというの大きな目標があったので、その絞り込みの条件として正常組織で極めて低ければかなりその薬としてもあの有効なんじゃないかっていうふうに考えて、我々のこのレフェックスを使ってですね正常組織で全然発現してない順に例えば順位付けをしてですね、で自分で実験をあの優先順位をしてつけてですねやったところあのうまく答えにたどり着いたっていう一つの例なんですけれども、まあ、こんな感じでですねあの自由な発想で、こんな感じで使うことができるというふうになっています。でこんな感じでですねレフェックスのデータ、あの先ほどの人体の模型がありましたけど、まあ、これなんかも自分で使っていただいて、論文の図になりましたよと、そういうような例の一つです。で、このレフェックスのデータは先ほどあの申し上げている通りあの CC クリエイティブコモンズで自由に使うことができますので、こういうなんかどういうふうに例えばそのデータを処理しましたかなんていう情報もすべて公開されておりますし、Figshare っていうあのアーカイブのサイトがありますけど、そこにはあのその処理した実際のデータがあのごろっとこう置いてありますので、実際自分の手元でもう一回確かめてみたいという方でもこういうことができるようになっています。レフェックスに関してはだいたいちょっとこのぐらいなんですけどよろしいですか。はい、今までのレフェックスは、まあ、一個一個基本的には一個一個の遺伝子について調べていくというツールの一つです。でもう一つは、もっとですねあの大規模にあのエンリッチメント解析をしてどうこうというツールを紹介したいと思います。でこれチップアトラスという名前なんですけれども、既報のすでにその論文なんかになっているチップシーケンスのデータをすべてですね、再解析をして、皆さんにご提供しているというサービスの一つです。でいろいろなことができるんですけれども、論文として発表されたすべてのチップセックデータを、まあ、まず見てみたいっていう方でもこれ使えますし、あとはもう具体的にですねあの転写因子の活性なんかを例えば見て、転写因子とかあとその辺の周辺の修飾のヒストンが分布がどうなっているのかなんていうのも実は簡単に見ることができるような時代になっています。まあこれができるということはですね、この下に書いてあるような例えば転写因子の下流でどういう制御をされているのかとか、あとは複合体を形成しているのにどういう遺伝子がジョインしているのかなんていうのも実は簡単に調べられるようになっています。あとは自分の、遺伝子リスト1000個とか2000個とかある遺伝子リストと公開されているチップシーケンスのデータを使って比較解析をしたいなんていうことも簡単にできるようになっています。はい、で今私が申し上げたのが
具体的にこの4つ機能がありまして、ごめんなさい落とします。ここにメニューが4つありますよね。これが、これですけれども、この4つですね。ピークブラウザー、ターゲットジーンズ、コールローカライゼーション、エンリッチメントアナリシス、この4つの機能が基本的な機能になってます。で、それぞれですね、まあ、何がどこに結合しているかを簡単に見たい場合はピークブラウザーを使ってください。で、この転写因子の標的遺伝子は何なんだろうみたいなことを見たい場合は、まあ、ターゲットジーンズ、まあ、読んで字のごとくですよね、それぞれね。で、強極材しているパートナーを見つけたいなんて場合はコールローカライゼーションを使ってください。で、これちょっと図が古いんですけど、自分のデータと公共データを比較したいっていう場合はこのエンリッチメントアナリシスというところを選んでください。で、今日はちょっと、ごめんなさい、先こっちですね。統合 TV 再三紹介してますけど、全て、ごめんなさい、エンリッチメントアナリシス以外は動画を作って紹介をしてます。なので私が喋るよりもこちらを見ていただく方が分かりやすく、解説されてますので、この3つについてはちょっと今回紹介を割愛したいと思います。で、今日は実はこのエンリッチメントアナリシスをちょっと紹介したいと思います。はい。で、皆さん赤学でいらっしゃる皆さんですけれども、このリストを見てあピンときたという方いらっしゃったら、もう今日これを聞く必要はないんですけども、こういうことなんですよね。ここから何か特徴を見出してくださいっていうのは、これ人間にはできないことなんですよ。できる方いらっしゃいます？ここからあこれは何とかの遺伝子に違いないとかって分かる方いらっしゃらないですよね。で、これは非常にコンピューターが得意なので、まさにこれ一つの例で、これ皆さんが持っている興味ある遺伝子のリストだと思ってください。で、ここから特徴を出すというのによく、言われるのがこのエンリッチメントアナリシスとかよく言われるわけですけど、今回はこの遺伝子リストを制御する、ここの遺伝子のリストを制御する可能性が高い転写因子を調べるということがチップアトラスを使うとできるようになっています。で、エンリッチメントアナリシスってボタンをピッと押していただくとこんな画面が出てきて、もうこれオプション設定なんで、もうこれで終わりなんです。で、ここにですね、何を抗体のクラスは何ですかっていうような選択がありますんで、今回転写因子を調べたいので、この TFS and others っていうところを押していただいて、で、あと細胞のサンプルのタイプは何ですかっていうのがあるので、今回一応全部見たいと。で、オールタイプ、あとスレッショードなんかあるんですけど、これ実際に結果が出てから少しこうの銅像を振るみたいな形で変えていただければいいので、初期値のままで結構です。で、ここに自分のデータのリスト、先ほどのリストがありましたけど、あれを入れていただくという形になってます。だってこれちょっと一つ注意が必要で、チップアトラスは残念ながら今ジーンシンボルっていう形の ID でしか受付ができないんです。例えば NCBA のジーン ID とかアンサンブルの ID とかでリストを持っている方は何らかの方法でジーンシンボルに変換していただく必要があるので、そこだけちょっと注意してください。これジーンシンボルに変換されています。で、あとは、この辺もうこのまま選んでいただいて、で、あとここ自分の名前をつけるだけなので適当につけてください。で、これで終わりなんです。これで先ほどのこのリストを制御する可能性の高い転写因子が分かってしまうという素晴らしいサービスなんです。で、ここでサブミットをポチッと押していただくと、でですね、この検索結果はどこに行くかというとですね、なんと、遺伝学研究所にあるスーパーコンピューター、使ったことある方いらっしゃいます？スーパーコンピューター、聞いたことあるけどなかなかね自分で使ったことないと思うんですけど、なん と、これポチッと押した瞬間に遺伝研のスパコンにその計算が飛んでいくという仕組みになっておりまして、でちょっと時間がかかります。もちろんクエリーの量などにもよるんですけど、5分から10分20分ぐらいものによってはかかります。で、今回これちょっとこの間私やったんですけど、実際ですね、こんな感じで先に9順番待ち状態ですっていうのが入りまして、その次に今計算してますよっていうふうに変わってます。で、終わるとですね、フィニッシュとこうなると、で大体今回10分ちょっとぐらいで実は計算が終わってますので、この間コーヒーを飲むなり何するなりでちょっと待っていただいて、でそうするとですね、このリザルトの URL とこのダウンロードのタブ区切りのテキストを落とせますよっていうこのリンクが有効になります。ので、これずっと保存しておけますので、お気に入りとかに入れていただくといつでもその結果が見られるようになっています。で、ここポチッと押していただくとですね、こんな感じで、結果が表示されるんですね、ウェブブラウザで。これ結果なんです。で、ちょっと字が小さくてあれなんで、ここから読み解くのなかなか難しいんですけど、先ほどの実は
これ何だと思いますかっていうクイズみたいな形なんですけど、どうでしょうね。この結果を見て結果が分かる方いらっしゃいますか。大体ざっと見ると特徴的なのが、このサンプルがリバー、肝臓のレーダーが多いですよね。とか、あとそのサンプルはヘップ G2 っていう、あの肝臓のがん細胞株っていうんですか、あれで取られたデータなんだなっていうのが分かります。でこの辺はちょっと見たことのある、どうでしょう、転写因子なんかもいくつか出てきているかと思うんですけど、この順はですね、P バリューが低い順に並んでます。で一応なんかこんな感じでですね、あのオーバーラップが多いよとか、フォールドエンリッチメントが高いよとかっていうふうに、まあ一番それっぽい、あの可能性の高い順に初期状態では並んで出てきますので、まあ、上から見ていくのがあの一番リーズナブルかなというふうに思いますけど、ここをざっと見ていくと、入力した遺伝子群をまとめて制御するような、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、マスター転写因子とか、あとその周辺の、まあ、転写因子複合体みたいなものを形成している可能性が高い転写因子が取れていきますよと、こういうサービスなんです。でこれ実際に元になっているデータっていうのは、ここにちょっと SRX とか書いてありますけど、誰でも利用できるチップシーケンスのデータが元になってますという、こういうサービスなんですね。なかなか世界を見渡してもなかなかないと思います。でちょっと時間もだいぶなくなってきましたけど、これどうでしょう、皆さんの中でピンときた方いらっしゃいますか。あのリストは 何の遺伝子だっただろうっていうのが分かる方もしいたら、結構センスがいいというふうに思うんですけども、どうでしょう、皆さん心の中でだいたいこんな感じじゃないかなっていうのが思い浮かべたところで、答えをですね紹介すると、実はこの、あの大元のですね、このデータっていうのは先ほど紹介したレフェックスで、組織特異的発現の遺伝子がダウンロードできますよって話をしたんですけど、それなんですね。人の肝臓特異的遺伝子を、これがですねレフェックスでだいたい400数個レコードが出てくるんですけど、それを全部ダウンロードして、チップアトラスに投げた結果なんです。でそうすると、まあ、よく見てみると上位にあるのは、まあ、全て肝臓のデータですよね。で転写因子で出てきてますよね。であと、まあこの辺の具体名を出してますけど、この辺の転写因子っていうのは肝臓の発生に必須だったりとか、肝臓の機能に必須だったりっていうような遺伝子、転写因子が優位に上位に来ていると、エンリッチされているということが分かります。なので、これから言えることは、レフェックスのこの人肝臓特異的遺伝子もなかなかいいものが取れてきているっていうことも分かりますし、クエリをちゃんと投げればなんかちゃんとした結果が、制御している転写因子が取れてきそうですよね。ということからすると、皆さんがお持ちの1000個とか2000個もし遺伝子リストをお持ちの方はどうですか、今すぐここにクエリを投げてみたくなりませんか、ということなんです。で今日はね、ここネット環境がないらしいんで、今クエリを投げることはできませんが、あのラボに帰ってからですね、ぜひ使ってみていただくと思わぬ発見があるんじゃないかなというふうに思います。でこちらもですね、あの全て自由に使えるようになってます。で GitHub っていうところに、あの全てのこういうのチップアトラスがどういう処理をして、この先ほどのデータを提供しているかなんていうののドキュメントとか充実して、ちょっと英語なんですけど充実してます。でどのぐらいのソースが入ってますよ、ちょっとこの下もずっと続いてるんですけど今回は割愛してます。で、あとは実際に処理したデータだけ欲しいんだけどっていう場合もですね、この先ほどの出てきている NBDC が提供している生命科学系データベースアーカイブっていうウェブサイトがありますが、ここにチップアトラスと検索していただくと全ての処理データ処理済みデータが入っておりますので、ちょっとものによってはものすごくでかいです。何テラ、14テラとか 3.6 テラとか書いてありますけど、ものすごくでかいデータなんですけど、計算した全てのこれ、なんといってもね、世界中の全てのほぼ全てのチップセックデータの再解析データなんで、このぐらいの量になるのは想像に難くないと思うんですけど、こういうものがダウンロードできるようになっています。はい、でこれ最後です、ということでちょっと今日2つですね、あの覚えて帰っていただきたい、あのデータベースウェブツールを紹介しましたけど、これまさにですね、あの皆さん日頃やってることですけど、仮説構築、実験計画、検証、そしてデータ解析をして論文を書く、で次またそこから仮説構築してっていう、このぐる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 研究サイクルを皆さんこなしてるわけですけれども、まあ、これをですね加速化したい、効率化したいっていうのは皆さんあのお持ちだところですので、我々はそういうのを、加速化する、効率化するためのサービスを提供しております。
でですね、DBCLS のサービス、NBDC もそうなんですけど、ぜひですね、あなたの研究に役立ったら、どんなに些細なことでもですね、ぜひ引用したり、アクノレッジに書いていただきたいというふうに思います。というのは、こうしていただかないとですね、我々の活動が世の役に立ったかというのが評価できない、評価されないというところがありますので、ぜひ、本当に些細なことでもいいです。1個、全然知らなかった遺伝子が知ることができましただけでもいいので、そんな場合にもですね、こう書いていただくと、我々のこういう取り組みがですね、今後も続いていくのかなというふうに思いますので、ぜひとも皆様の、積極的なサポートをいただきたいなというふうに思います。取り急ぎですが、以上です。どうもありがとうございました。